駅入口ホーム新高島平駅は東京都板橋区高島平7丁目にある東京都交通局三田線の駅である。駅番号は I26。東部免許時代の仮名称は志村団地駅、都営地下鉄に免許移管後は高島平7丁目駅という駅名が検討されていた。現在の駅名は高島平駅より後にできたことから名付けられた。もともと三田線は 高島平駅から東武東上線の和光市駅に連絡し、相互直通運転をする予定であったため、東駅は東武鉄道が建設する予定であった。しかし、東武側が有楽町線と直通運転を行う方針に変更したためその計画は取り消され、高島平西高島平間の免許は、東武から東京都交通局に1973年4月28日に、 上とされ、東京都によって建設された。相対式ホーム2面2線の高架駅。エスカレーターとエレベーターが設置されている。駅構造は西隣の西高島平駅とよく似ている。ホームにある発車標は一番線のみ設置されている。改札横の歩道橋は高島通りを越えて高島平団地への近道になる。 2020年度の1日平均乗降人員は8116人である。都営地下鉄の全駅の中で国立競技場駅に次いで乗降人員が少ない駅である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下評の通り、2012年4月1日から板橋区、コミュニティバス、リンリン、ゴーが当駅前に乗り入れるようになった。 板橋市場を通るルートと、下赤塚駅方面へ向かうルートで、停留所の位置が異なっている。ありがとうございます。